MTSAT 静止衛星とは、赤道上空の高度約 35,786km の円軌道を地球の時点周期と同じ周期で公転している人工衛星のことを指す。静止軌道地球の時点の周期と同じ周期で公転していることから、地上からは空のある一点に静止しているかのように見える。このような性質から、放送衛星、通信衛星、 気象衛星などに用いられる。1964年8月にアメリカ合衆国が打ち上げた通信衛星シンコム3号が世界初の静止衛星である。静止衛星の軌道を静止軌道と呼ぶ。実際には地球の重力場が一様ではないことと太陽副射圧や月の引力の影響があるため、静止衛星の位置は少しずつずれていく。 それを補正するために静止衛生は定期的に軌道制御をする必要がある。軌道制御には東西方向の制御と南北方向の制御がある。軌道制御を怠ると傾斜軌道となる。東西方向にはアジア付近の場合、インド洋方向に力が働いている。放置されると約27年周期で軌道傾斜角が15度まで変化する一方、 軌道周期は一定に保たれるため、運用中の静止衛星が存在する軌道を日に2回通過することになり、衝突リスクのあるスペースデブリとなる。静止衛星の実際の寿命は、おおむね燃料搭載量で定まり、寿命を末期には、静止軌道からさらに高度が高い墓場軌道に上昇させて廃棄し、静止軌道を開けることが国際条約により定められている。 静止軌道上は、静止衛星が世界各国で打ち上げられて同じ軌道上に並ぶため人工衛星の過密地帯になっている。以前は衛星ごとに、軽度2度分の間隔を空けることになっていたが、現在は同一軽度に複数の衛星が投入されて運用されるようになっている。軌道投入時には特に注意を要する。静止衛星の軌道割り当てに関しては、 国際電気通信連合無線通信部門が調整を行うことになっている。二つの国家が同一経度に静止衛星を投入した場合、最初に ITUR に通報した国家の衛星が優先される。通信衛星の場合、電波干渉の問題が調整できれば、同一軌道にて複数国の衛星が運用されることもあり得る。概念は1928年に、 ヘルマン・ポトチュニクによって考案され、SF 作家のアーサー・シー・クラークによって、ワイヤレス・ワールドに1945年発表されたことにより、大衆化された。当初のクラークの構造では巨大な、有人宇宙ステーションが3基三角形状に配置されるというものだった。最初の地球道機器道衛星は、広く、静止衛星の父として知られる。 ハロルド・ローゼンが開発した1963年7月26日、ケープカナベラルから打ち上げられたシンコム2であった。最初の静止衛星は1964年8月19日、デルタ D でケープカナベラルから打ち上げられたシンコム3であった。180度計線付近に位置し、1964年の東京オリンピックのテレビ制放送を行った。 通信衛星の通信容量の増大と軌道修正に従来のヒドラ人系推進機に代わりイオンエンジンの搭載が進み徐々に長寿命化が進みつつある。そのため今後打ち上げ需要は減少することが予想される。静止軌道は前日のように過密地帯のためほぼすべての衛星は情報を公開して運用されている。しかし、 秘密裏に運用されている衛星も確認されており、得意なものを以下で述べる。微星スペースガードセンターが2002年4月4日、2001年末から2002年にかけて、静止軌道の統計121度付近に、長さ50メートルほどの何かがあること、それが制御されて、軌道を維持していることなどを観測した、と報告した。物体には、 同センターの観測天体順番号 X00639 が付けられている。同センターでは、その大きさについて、アメリカの資銀と軍事衛星計画に、それらしきものがあり、正式道に上げられたこと以外は秘密という、軍事衛星があることから、それらの一つである可能性を挙げていた。その後の情報公開などから、メンター、ないしその前任のオリオンの可能性が高いと、見られている。 ありがとうございます。